すごいとこ来ましたね。ここで330ぐらいですかね、海抜が。すごい。いやびっくりした。ちょっと広さ分かんなくなっちゃうんですね。でもね、見えないから。いやでもすごいです。畑だから傾斜をつけてるから。はい、傾斜ないとほらやっぱり水はけ悪くなっちゃうんでね、どうしても。はい、畑に連れてきていただいたんですけど、はい、すごいですね。いや、やっぱりこうこれだけ高いと水にこう浸らないっていうか、そうです、浸らないし、あの、はい、ほら傾斜つけてるからある程度畑に、はいはい、こっちはあまり傾斜ないんですけどもね、はいはい、こっちの方とか、これ広さどれぐらいあるんですか、上の方の、上これが 1.3 ヘクタール、はい、もう一個の下の方で、下がちょうど1ヘクタール、どっちが山形方面なんですか。山形向こうになります。向こうの方です。こちらの山の方は。こっちが北、秋田の方になります、ね。本当ですか。鳥海山が正面に見えるんですよ。晴れたら。ええ、晴れたら。パノラマいいんですよ、結構。送電線ないとね。はい。これちょっとね、これがないと確認ない。いや、これは文化的な生活を送るためには。要するに、なんでこういう風に山の中に持ってくるかってところは、うん、電磁波あるんですよね。はいはい、ないとは言ってますけど。はいはい、結構電磁波あるんですよ。だから送電線の下なんて言えば、うん、宅地なんてだいぶ安くなっちゃうんですよね。いや、すごい。今日はありがとうございました。